ロースター。ロースター。ロースター。お前、俺に何やらしてんだ。俺はな、富士工業に認められた全国でも数少ない認定ロッドビルダーなんだぞ。何やらしてんだ。俺に何かやらそうと思って気を使ってくれたのはいいが、今どかそうと思ったら溢れちゃったじゃねえかよ。缶が壊れてるんだよ、缶が。ポタポタ落ちて手にレモンとアルコールのいい匂いがしてるじゃねえか。ほら、今日は飲まないからな。帰るんだ。帰りの運転中に飲酒運転で引っかかったらどうするんだ。お前のせいだぞ。お前も飲酒運転同乗罪で逮捕だからな。30万罰金。わかったな。まあ、俺が捕まらなければお前も捕まらない。だから祈っとけ。俺はこう見えて結構運転がうまいんだ。だからきっと捕まらない。だから捕まらないからお前を助けてあげれる。だからな、今回は許してあげるから、次はな、穴の開いてない、穴の開いてない酒を持ってこい。こんな減塩醤油のついてるから、あいつ岩崎喜ぶだろうって。こんなのついてるからってこれにするな。缶が壊れてる。それに俺は高血圧だ、認める。だがな、お前も高血圧だろう。俺にはわかるんだ。だから俺にこれをくれる前にお前もこれを買え。わかったな。じゃあ今日は許してやるから、俺の運転のすごさを祈っといてくれ。次は缶の壊れてないやつを持ってくるんだぞ。わかったな。